60代後半のジジイに結婚申し込みされる寸前のところまで行った話。スーパーで仕事してる。品出資してた時に、ジジイから声かけられたのよ。最初は、商品探してるのかもと思いお客様として応対してたんだけど、なぜか、徐々に、私の接客の仕方とか個人的なことに話がシフトしてん?って思った。だんだん気持ち悪いなぁと思って、で、ジジイから君って独身?って言われ、ふっと思うことがあったので正直に言ったのよ。はい、独身です。要介護の母の面倒を見てます。って言ったら、ジジイすっと表情が消えて、大変ねえ、頑張ってねえって言って帰ったわ。で確信した。こいつ、昨日うちのチーフ60代前半に結婚前提に付き合ってくれって言ったやつだって。昨日、休憩中飯食ってる最中にチーフが来て、気持ち悪かったって愚痴ってきたからびっくりしてカレーこぼしそうになった。チーフが、何度も孫もいるからと断ったんだけど、俺は金は持っている。金の心配入らん。ただ、ご飯と掃除さえしてもらえばよい。とか言われて困ってたみたい。思わず、それ、チーフに家政婦になれってことですか?結婚関係なくないですか?って突っ込んだら、そうよね、お金持ってるなら家政婦雇えばいいのよね。次からはそういう、私子さんありがとう。って会話してたのを思い出した。それで、どうも、そのじじいうちの従業員あちこちに声かけまくってたみたい。まとめサイトで、見かけがちな20代の若い女性じゃなく、40以上の女性に声かけまくってたみたいだから、身の程をわきまえてるのかな?知らんけど。てか、40代以上の従業員なんて、私以外みんな既婚者なんだけど、そんなの関係ないんだろうな。他人と契約して、お金出して、家事やっていただくなんて思いもしないじいさんなんだろうな。結婚したら、家事奴隷が手に入るとしか思ってなさそう。しかも、働いてるからには、自分の食費やらなんやらは自前で出すはずだから、俺の懐は痛まないとでも胸残用してるんだろうな。割り切って家事奴隷のみだとしても、60前半だと、ご長寿当たり前な昨今だと約30年くらいか?存命の間も使う金に糸目もつけず、手がつけられなくなったらいろんな意味で施設行き。遺産も、数億単位以上で独り占めっていう確約が得られればその話乗った。俺男だけど。家事も、オケなアルティメットな執事さんというポジションなんかっていかがでしょうか。若い女性と結婚できた60代男性に秘訣を聞いたら、10歳サバを呼んだ。50代だと言ったのか?違う、10歳上だと言ったんだ。ってジョークを思い出した。